バチバチです。おはこんばんちは。今回は、ガラスにシリコンスプレーしたら、どうなるのか、不安な方もいると思います。シリコンのムラにならない方法で洗車します。ご覧ください。いつものシリコンスプレーとシリコンを伸ばすためのダイソー社内ツヤ出しクリーナーシートでフロントガラスにシリコンを伸ばしていきます。この社内ツヤ出しクリーナーシートを使う理由は成分にあります。エタノール、界面活性剤、シリコン、これを利用してシリコンをガラス表面に薄く伸ばして洗車します。そして水をかけながら、余分なシリコンを洗い流します。最後に、乾いたタオルで拭き上げて、完成です。シリコンのムラのない、はっ水性も良い、ガラスに仕上がります。この動画が良かったと思う方は、チャンネル登録、そして、高評価してもらえたら、とても嬉しいです。ではまたお会いしましょう。